とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここにいます。テンペストゴーレムの手前のとこですね。これは、デイリー3です。で、しかも、アーティファクトが報酬となってますね。ここのアーティファクトは、エレメントのカバン、そしてハーベスター。で、もう一個が、何だったかな、もう一個は外れなのよ。まあ、とにかく、カバンかハーベスター、どっちかで、大当たりです。うん。デイリー3なので、254から256、どれかが出ます。まあ、256のカバン、もしくは、ハーベスター、狙っていきましょう。で、装備は、これだね。ソーブレードをつけてます。一発じゃ無理かな。一発じゃ無理だけども、まあまあいい感じに倒せると思います。とりあえず、残敵は、いや、倒せないか。ちょっとゴーレムが厳しいかな。なんとか、倒したいんだけどね。よし。なんとかこう倒しきって、ダイナモ20のまんま、行きたいのよね。あ、いけるな。倒したね。ダイナモ20で一気に突っ込みたい。しかもポーションを取った状態で出てるね。ポーションいっぱい出てる。これならば問題ないはず。 OK で、影のポーションも一応取っておきたいんだよな。ここら辺に出ないかな。あー、上の方に出てるか。あれで OK か。OK。どれくらいでいけるだろうね。一旦キルができれば相当いいんだけども、多分厳しい。いきます。あー、やっぱり残るんかい。残るんかい。いや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 、残らないでくれよ。頼むから。まあ、とりあえず、倒します。やっぱりこいつは時間がかかるみたいだね。はい、終わりました。時間かかるね、本当に相当時間かかる。では見てみましょうか。今日はね、ちょっと道中を映さずサクッとやっていきたいと思います。どうだろうか。まさか外れは出ないよね。どうでしょうか。頼む、カバンかハーベスター。あ、254か。これはいらない。戻ってきました。まさかだったな。嘘でしょ。254のエレメントのカバンだね。いや、普通だったらちょっと喜ぶぐらいなんだけども、すでにね、255と254持ってるのよ。なので、必要ないです。まあ、同じ254でもね、ダメージ違うからね。いや、元々のやつの方が高かった。大外れです。ダメだ。ちょっとね、ソウルビルド用にハーベスターがもう一個欲しいのよね、強いのが。254が一つしかないので、もう一個なんとか入手しようとやってますけども、今日も出なかった。カバンすら出なかったな。はい。まあ、とりあえずまたね、毎日挑戦していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。